ジャズにおいてのオルガントリオは、主にハモンドオルガンプレイヤードラマージャズギタリスト、またはサクソフォーンプレイヤーからなる3人組、ジャズミュージシャンによるグループである。時にオルガンギタードラムからなるトリオに、サックスが加わって、カルテットを形成することもある。オルガントリオは1950年代と1960年代において、クラブやバーに置かれた。 ジャズアンサンブルの一般的な様式であり、ブルースを元にし R&B の要素を取り入れたジャズスタイルで演奏していた。オルガントリオの形式は長い即興演奏のソロと音楽上の雰囲気の違いの探検によって特徴づけられる。オルガントリオにおいてハモンドオルガンプレイヤーはベースライン和音・旋律やソロなど様々役目を果たす。ギターのいるオルガントリオでは ギタリストは通例オルガンが弾いていないパートをフィルインする。例えばオルガンがソロとベースラインを弾いていたらギタリストは和音を弾くかもしれない。1950年代と1960年代のオルガントリオはソウルジャズやブルースを包含するグルーブ感の込められたスタイルゴスペルリズムブルースをよく演奏していた。1970年代にはトニー・ウィリアムスのバンド ライフタイムのようなオルガントリオがジャズロックフュージョンを演奏した。1990年代と2000年代にも目で好き、マーティンウッドのようなオルガントリオがフィッシュに影響されたジャムバンドのグルーブの要素を混ぜ入れている。ジョン・エフ・シュベド・ジャズ101・ A コンプリートガイドツー・ラーニングラービングジャズ・ハイペリオン。 2 0 0 0ズイコールピアニッシュも198から 199isbn0786884967hattjohnk2 比 available athttp://webcache.googleuserconnt.com/searchq="cash". 1> r 1オドサンマホッチ www.alvas.com スラッシュ zunigar スラッシュウェブサイトスラッシュリックズニガー htm22 オルガントリオ 22& hl イコール en gl イコール 3& carat イコール clnk cd イコール 233& lr イコール rang en %7 クラン frhatjonk2hi, h available at h t t p w e b c a c h e g o o g l e u s e r c o n t e n t c o m s e a r c h q c a s h r 1 5 3マホッチ www.alvas.com zunigar スラッシュウェブサイトスラッシュリックズニガー htm22 オルガントリオ 22& hl="en&gl="sand", carat="clnk&", cd="233&", lr="lang e n、K、LR 7 c l a f r ありがとうございます。